今日は新しく購入したカーズのトミカ3台を開封していくよ。まず1台目、ライトニングマックイーンだよ。カーズ3のデザインをモデルにしているよ。お、口が見えるね。箱から出してみよう。真っ赤なスポーツカーだよ。ボディがキラキラ、目がついててとってもかわいいね。ヒュン、勢いよく走るよ。次はミスフリッターを開封していくよ。もともとはスクールバスだったキャラクターだよ。箱も大きいし、ボディもとっても大きいね。煙突がついていて、ここにはストップと書いたノコギリがついているよ。ボディの横には戦った車たちのナンバープレートがたくさん貼り付いているね。色がたくさんついていて、とっても細かいデザインがされているね。勢いよく走るよ。最後はメーターを開封していくよ。クレーンがついたレッカー車だよ。この紙はトミカのアンケート用紙だね。後にしよう。それじゃあ袋から出していくよ。トゥーメーターって書いてあるのかな。サビサビの色がとってもかっこいいね。タイヤが後ろは2本ついているんだね。刃も隙間があってかわいいよ。メーターも勢いよく走るよ。以上、3台の開封でした。またね。いつも見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。